文学で巡る京都という講座を2回今日から担当します浜畑圭吾といいまますすよろししくお願いしますあの文学でということなので作品を通してです、ね、京都を考えるという授業講座なんですが私の専門は中世の文学特に「平家物語」を研究しています。 平安時代が終わりそうになっていく頃から、まあ、鎌倉時代に入るぐらいということなんですけれどもあのその頃になるといろいろなことが変わりました、えー、価値観倫理観がです、ね、平安時代とです、ねえー、ガラッと変わってから、えーまあ、その一つが、えー、それまで政治だとか文化の中心地であった京都がです、ねまあ、必ずしも京都だけが、えー、価値を生み出すところではなくなってくるということなんです。 平安時代までやっぱりみんな京都の中で、えー、この完結するんですよね。源氏物語の世界とか伊勢物語の世界っていうのは、えー、京都の中で完結をしますし、えー、京都から出ていくっていった場合には、例えば逃亡だとか、あるいは流罪だとか、まあ、そういうですね、決していいことではないという形で出ていくと思うんですが、鎌倉時代になりますとそうじゃないわけです。えー、鎌倉という新しいまあ都ができまして、 そこでも文化っていうのが生まれてきます。ですからまあちょうどそのこれまでの価値観だとか常識だっていうものが変わってくる頃です。で私の講座では2回この「鴨の町名という、まあ、ちょうどその平安時代の終わりから鎌倉の初めにかけて鴨の町名は鎌倉へも行きましたけれどもその鴨の町名がまあ見た京都ということで。 2つの作品を通して、まあ、京都を昔の京都人がどういうふうに考えていたのかということをですね、えー、読み解いていきたいと思います。具体的な京都の地名はもちろん出てきますけれども、それプラス、この中世に入る人たちが京都をどういうふうに見ていたのか、やっぱり今とはちょっと違うわけですよね。そういったところを見ていきたいと思っています。